ユスティヌス二世。少年は五百十年頃とも。ラテン語、アイスティネスアイネアギリシャ語、ウプシロンシグマタウニューアスティーノスアスティーノスは五百六十五年から五百七十四年まで、東ローマ皇帝、東ローマ帝国ユスティニアヌス朝の第三代皇帝。彼は、ユスティニアヌス一世のおいであり、テオドラ皇后の名であるソフィアの夫であったため、ユスティニアヌス王朝のメンバー。 彼の知性は、サーサーアン・アサトの戦争とイタリアの大部分の喪失によって特徴付けられ、ローマのサンピエトロ寺院に、ユスティヌス二世への十字架を送る。音訳。彼は、ビジェランティアとダルシディオの息子であり、それぞれ、ユスティニアヌスの姉妹とギリの兄弟、マーセラスとプロジェクタ・ソフィアと、彼には、娘のアラビアと、おそらく若くして亡くなった息子のジャスタスがいた。 彼にはヘレナという名もいたとされる。カルタ語で鋳造されたユスティヌス2世の100ヌンミコイン。ヘルメットをかぶったキュイラスを身につけたバスとシールドモノグラムを保持。上を横切る。下を100。ヌンミコインに描かれたユスティヌス2世とソフィアウィキメディアコモンズにはユスティヌス2世に関するメディアがあります。ありがとうございます。